東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか今期 攻撃を活性化させる役割を期待されているブラジル人フォワード・ロマリーニョ、22、1994年米国ワールドハイ MVP にも輝いた元ブラジル代表 FW ロマリオ氏、50の息子としても注目を集めている。初の海外移籍とあって、不慣れなことも多い中、積極的に日本文化を吸収しようと努力。さらに、将来の日本代表入りを希望した。宮崎キャンプ中のチームは12日 西都市での練習を打ち上げ、13日からは宮崎市でさらなるレベルアップを目指す初の海外移籍となる日本での生活は今は金沢から宮崎に来てすごく落ち着いていますもともと心配はしていませんでしたが食べる時の箸が笑い初練習の時からみんな話しかけてくれましたすごく助かっています日本で一番驚いたことは日本ではみんな しっかりサラダも食べていて、バランスのいい食事というのは、一番印象に残っています。ブラジルだと、朝はパンとコーヒーだけだったりしますが、日本は朝から米を食べたりするので、びっくりしました。食事面が変わったことで、コンディションに影響はバランスを考えながら食べられるので、こちらの方が全然いいです。実際、一緒にプレーしてみたツエーゲンの選手の印象はよく走って。 しっかりマークにもつく印象です J1 に上がりたいという気持ちもあって可能性を感じます父親のロマリオ氏はバルセロナ、スペインなどでも活躍したが自身にとってどんな存在すごく尊敬しています周りからはロマリオの息子と見られることも多いと思うが昔は父今は僕違う形で見てもらえたら人それぞれ違うので僕は僕のスタイルでいきたいです 自身の特徴は爆発的なスピードやドリブルボールタッチに自信があります改めてトップカテゴリーではない J2 でやることに関しては違和感はありません日本でどう成功したい最低56年は日本でやりたいできる限り日本にいたいです日本を気に入っているのでまずはツエが J1 に上がれるように頑張りたいですそして J1 に上がったら J1 で優勝したいですいつか日本代表にもなりたいと考えています日本代表として W ワールド杯に出られれば日本の人たちの温かみを感じて帰化することもいいなと思いました一つの選択肢としてあってもいいかなと好きな日本食は味噌汁ですねおいしい日本語はどういろんなことを学んでいる段階です4 5ヶ月でで徐々にに喋れるようになっていいきたいです今はサッカー用語を意識していますサポーターの声やたらしっかりしてて驚いた笑い活躍してほしいロマーリオの息子さんですか日本で活躍してほしいですね親は親息子は息子周りを意識しすぎず目標に向かって頑張ってくださいロマーリオの子供が日本代表になったら海外のサッカーファンもびっくりしそう 日本代表に選ばれるぐらい目立った活躍すると、欧州からのオファーでサクッといっちゃいそうな気もする。J2 でもしっかり仕事できれば、日本代表に選ばれるかもしれないし、頑張ってほしいです。日本代表になりたいって、世代別で、ブラジルの代表に選ばれたことはないのかなロマーリオの息子だけども、そこまで優秀ではないのか。ぜひ頑張ってほしいけど、2世や弟などは、なかなか成功率が低いのが、現状マルディニーカナ成功と言えるのは、 こういう選手を応援したくなる。ぜひ頑張ってもらいたい。